ラムちゃん、もしかして、はい、これを持ってるってことは、はい、やってきました、月末。はい、月末恒例になりつつあります。はい、今回は、うん、徳島の、うん、うどん特集、うん、行きます。はいはい、3店舗一気見、一気見です。ぜひ。お疲れ様です。いいでしょう。似合ってますよね。3店舗と番外編、はい、番外編、もう徳島うどん、はい、私たちが言ったすべてを出し切ります。はい、おー、このうどん屋さんかって思い出しながら見てほしいです。はい、じゃあ徳島へジャンプしていこうか。レッツゴー。回転する？回転？ダサ。徳島うどん恐るべしやね。今日はなんと、なんと今年初の遠征。イエーイ。遠征と今言っても、うん、お隣ですけれども、うん、どちらに行かれるんですか？徳島県に。うるさいね、そっちあった。徳島県に、はい、行きます。行ってきます。今日は3軒、3軒行きます。で、今日は1軒目の動画です。はい、はい、じゃあ早速行って、早速行こう。徳島行きましょう。津田のサービスエリアにて購入しました。きなこ、きなころ、きなころさんを食べてます。はい、ついに、はい、今年初の遠征です。こっち方面というか徳島市内の方にやってきたんですけど、3軒はラムちゃんが激戦したうどん屋さんにやってます。本当にどこしようかなと思って、うん、でもまあ、1軒は行ったことあって、うん、あとの2軒はもう、まあ、行ったことないんで、うん、とりあえず写真見て、うん、おー美味しそうって思って、しかもあの Google の評価が結構高かって 4.0 とか、おー 4.4 以上ついとったら 3.5 以上ついとったら絶対美味しいやろと思って決めてみました。そうやね、あれ以来。でもあれ以来です。その前に、うん、私今から行くところ行ったんですけど。あ、そうなん。何のきっかけで県外のうどん食べようと思うの？いや、なんかインスタかなんか見よって、うん、ちくわがね、うん、めっちゃ乗っとんですよ、うどんの上に。へえ。それが可愛いと思って、うん、美味しそうと思って、うん、行ったのがきっかけなんで、うん、全然まだうどんタクシーする前の話です。あ、そうなんや。はい、うん、楽しそう。あ、楽しみ、楽しそうじゃああとちょっとで着くんで、はい、楽しみにしております。しばしお待ちを。はい、これわあ、すげえ。はい、2、1。はい、ということで徳島県に着きました。イエイ。今日は手作りうどんナルトさんにやってきました。で、ナルトうどんに到着したんですけど、駐車場がこの前の3台1、2、3台 と、 あと道渡って向かいにここ一つと、うん、反対側に1、2、3、3台、計7台、うん、止めれます。よし、結構止めれるね。はい。どんなうどんかすごいワクワクする。私、うん、今日も食べようと思ったんですけど、うん、前回食べた時にちくわうどん、うん、うどんの丼の上にちくわがバーって乗っとって、うんうん、それ、今日も食べようかなと思います。わかりました。はい、どこ座る？じゃあ、ここで。でね、こっち側でもいい？
会社の名前が。ちくわうどんのショーです。はい、うわ、かわいい。ありがとうございます。やった、おいしそうやん。いただきます。今日は、福島県のちくわうどん。ちくわうどん、はい、人生2回目のナルチュルうどん。ナルチュルうどん、かわいいね。ナルチュルっていう響きは、チュルチュル、チュルチュル、チュルチュル。麺がめっちゃ細いんですよ。わお、これは驚くやろ。平たいし細いし、いただきます。美味しい。柔らかいですね。めっちゃ柔らかい、うん、一瞬でなくなる。優しい味がする。一回も噛んでないんじゃない。一回も噛まんでいける。飲んどるやん。噛まんでいける、うん、飲み物、うん、なんか細さがあの琴平の小川さんところ、うん、って感じやけど、似てますけど、こっちはちょっと柔らかめなんや、うん、食べやすいです。食べやすいんや、うん、味も優しい味してますし、このちくわの成分、うん、成分成分味、うん、がだしにこう染み込んどって、ちくわの味もして美味しい。さぬきうどんと真逆。うん、さぬきうどんとは対極のうどんです。おお、いいコメントが出ました。ある方の、ある方の、わざわざ今日会いに来てくださったうどんタクシーの見てくださってる方の言葉です、うん、はい、はい、テイク2。押した押した。回ってる回ってる。いただきます。はい、回ってます。テイク2。さっきめっちゃコメント言ったのに取れてなかったって言われた。初めての徳島のナルチュルうどんいただきます。二口目。うん、柔らかい、うん、でも嫌な柔らかさじゃないね、うん、スルッと入ってきてどんどん食べてしまいそう。すぐなくなってしまう、うん、麺もまばらで面白い。そうなんですよ、うん、うん、だしもすっごい美味しいね。何の味が強いのか分からんけど、後で聞いてみようかね。はい、うん、ありがとう。一本だけ。いいえ。やべやべ、もう一回見して、目が赤い顔してる。あせん。すぐ回ったらやめるんやけん。だけんあの話しかけにくいって言われる。完食です。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しい。味が。やっぱり違いますね。うん、さぬきうどんとはまた違かった。何なんやろね、何ベースっていう表現したらいいんやろね。なんか、辛いわけではないけど、うん、でもなんか、味がすごいしっかりついとって、うん、でも、なんていうか、柔らかい。うんうん。こう、私的に、個人的に、うん、寝込んだ時とかにちょっと感じたいような優しくなるってことだよね、心が。心が優しくなる。刺さんだよね。
サンドルケンね。ずっとこのうどん食べないかも。そう。サヌキうどん、エッジが効いとる、尖ったうどんばっかりなんで。すさんできた。尖ってしまうんですよ。まあまあまあ、置いといて。うん、そう。それぐらい、こう、ふわっとしとる感じです。うん、美味しかった。あと麺が柔らかくて、うん、だしに合うんですよ。噛む必要もなかったしね。そう。飲み込めたね。うどんは飲み物。名言出た。ここにテロップで。うどんは飲み物。わあ、なんか次のとこも行くの楽しみやね。どんなやろうね。ちょっと大将にちらっと質問してみようか。なるちゅるうどんが何かとだし。はい。よっしゃ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私、2回目のナルチュルうどんだった。はい、はい。以前も、去年の11月ぐらいに1回来た時があって、その時もちくわうどん食べたんですけど、はい、ナルチュルうどんの意味って、ナルチュルってどういう意味なんですか？ナルチュルって今ね、もともとはナルトうどんなんですよ。はい、んで、カメラマン、中野さんにカメラマンの人が本出した時に、ナルチュルやって言うたみたいやけどね。あ、そうです。はい、そっから、ナルチュルと。みんなは言うね、ナルチュル。うん。まあ、なんか、チュルっと食べれるうどんっていう感じで、それでかな、ナルチュル。うん。めっちゃ美味しかった。ナルトうどん。あ、でもナルト。まあ、サヌキうどんみたいな。だしは何ベースとか、はい、だしはね、サバ節、バジ節ですね。あ、はい、そうなんだ。香川だったら多分砂糖みりんね、使うね。うん。で、秋の味、はい、ね。ごくごく飲める。そうだね、毎日食べる。うん、美味しいだしって、ね、あんまりっていうか香川じゃ飲まないだしの味なんで、うん、あ、ちょっと甘いね、香川。そうですね、うん、ま、全然違うと思うね、讃岐うどんとは違います。美味しかった。美味しかったです。ありがとうございます。何年ぐらいされてるんですか？うちは41年。わ、僕がしだして26年かな。あ、はい、2代目なんですか？はい。あ、へえ、すごい。美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと、最後一緒にタクシーの前で写真撮ってもらってもいいですか？はいはいはい。ありがとうございます。いいですね。うん。コンビニぐらいしかないじゃないですか。確かに。でけん、自分で容器持ってきたんや。おでん容器代100円いただきます。徳島うどん巡りツアー2軒目、はい、行きたいと思います。で、今1軒目をね、終わって食べ終わって今から2軒目に行きたいと思います。今から2軒目行きたいと思います。初めて行くところなんですけど、うん、うどん屋さん、徳島のうどん屋さん、うん、分からんじゃないですか、正直。うんうん、なんで、うん、まあ、どこがいいのかなと思って、うんうん、もう私の写真を見て、うん、勘がここだって言ってました。うん、決まったよね、そこに。に今から行こうと思います。楽しみです。はい、行きましょう。はい、行こう。はい、おー、徳島市内を走っております。はい。のぼりがうどんって出てるわ。あ、本当。どこだろう、駅の屋根、駐車場。駐車場がない。駐車場がないぞ。到着しました。到着したけど、してないけど、しました。うん、どこだ、あっちだ。こちら、左が。はい、到着しました。はい、到着しました。ということで、うどん勘次郎さんです。おー。ここが徳島県の徳島市、うん、二軒屋駅
っていうところの真ん前にあるんで、うん、駅近なんですけど、あの駐車場がちょっとないので、あのここら辺に前払いで食べられてるうどんタクシーの写真があるかもしれないんですけど、うん、300メートルぐらい歩いたところに、うん、一応うどんタクシー食べてます。ちょっと歩いてきました。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。ちょっと決まりになりましたらお伺いいたします。はい、どうしよう。何が一番出ますか。おすすめさせていただいているのは、すべてお召し上がりいただく、こちらの鳥店のだし釜揚げをおすすめさせていただきます。じゃあ、鳥店ザル。はい、大丈夫です。お時間15分ぐらいはよろしい。うどんのメニューは、まあまああるんだね。気になったのが、うん、天ぷらぶっかけ、うん、なんかエビが入っとって野菜も3種類入ってて、うん、いっぱい天ぷらが入ってます。うん、楽しみな。じゃあ接客が丁寧です。私もあれぐらいしたいですね。うん、あれぐらいしてここに研修に来よう。私いつもレッポのお客さんで来るじゃないですか。おはよう友達友達おはようとか、最近どう元気じゃあねじゃあねバイバイっていつも言ってます。レッポで友達作るじゃん。うん、おじいちゃんおばあちゃん、いいな。ありがとうございます。すごい、めっちゃ美味しそう。すげえ。じゃん、これが全貌です。あ、しかも端が2個ある。1個しか頼んでない。なんか悪いね。接客が素晴らしいね。どの接客。チェビさん、大葉いりますか。大葉いる。たまには。うん、そんな見ないで、みんな。私のこと。可愛いからって。ちゃうと思う。いただきます。はい。鶏天ざる。全部入れていいですか。うん、いいよ。すごい人気、どんどん来るやん、うん、ゆっくり。じゃあせっかくなんでおうどん。じゃじゃーん。わ、海苔が暴れてる。いただきます。はい、うん、美味しい、うん、サヌキうどんみたい。そう、だってすごい弾力とかめっちゃ見えるね、うん、似とるかも。でも、うん、やっぱり若干違います。似とるけど何が違うかって言われたら難しいけど。うん、でもめっちゃ美味しいね。じゃあ揚げたて。そして、サクサクそう。はい。あこ。湯気出る。
めっちゃうまい。1枚。すっごい満足そう。鶏肉は味ある？あります。ちゃんと塩コショウした状態で揚げてるので、しっかり味もついてます。麺は、くに、もちって感じです。くにもち？うん。くにもち。でもしっかりこう弾力があって、美味しい。だしは、うん、普通のザルのだし。めっちゃ不思議です。なんかでも、うん、また食べたくなる。そうなの。感じですよね。そう。なんか食べた時はめっちゃシンプルな味なのね。つるなんかほんでちょっとぬるっとするぬるちょっとぬるっとしたザルだよね。でなんか麺が口の中に入ってきたら。弾力はすごいんだけど、麺の主張はあんまりない感じ。味がすごいしてくるかどうでそうでも、でも食べた後にもう一杯っていうか、もう一本行きたくなる。最後の方にこう味が出てきて、食べたくなる感じ。不思議な味やな。もう一個食べます。はい。失礼いたします。4本ぐらい食べたけど今もう1本食べたいなってなっとる。不思議な味やな。確かに高すぎ麺なのかな。濃いですよね。ちらっと聞いてみよう。インタビューはできんけど帰り岸にありがとうございましたって。いえ違います。めちゃ美味しいな。ごちそうさまでした。はい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。またもう一本食べたくなっとる。そう、食べたくなる。不思議や。鶏天がね、チョイさんそう、食べてめっちゃ感動しとった。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいっていう。鶏天やばかった。めっちゃ柔らかいですよね。外がサクサクで、また中が柔らかいっていう鶏天もあるんやけど、尋常じゃないぐらい柔らかくて。そう。で、味も、しっかり単体で食べてもついとるじゃないですか。だけど、この、私今日はザル頼んだんですけど、ザルの出汁にまだちょっと合うんですよね。つけながら食べたくなるような感じ。いや、めちゃ鶏天美味しかった。あ、大葉もめちゃ美味しかったけど、もう鶏天に驚いた。ね、びっくりです。香川県にあっても、多分、絶対人気店な気がするけど、でも、ぜひ徳島の人に来てほしい。はい。しかも、とめどなく人やってくるから、ちょっと急いで出よう。そう、ずっと、待っとんで。じゃあ、出ましょう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。そうです。今、2軒目を終えました。徳島うどんツアーです。今から3軒目に向かいたいと思います、はい、今ドライバーをしてくださっているのはうどんタクシーのラムちゃんです、はい、めっちゃさっぱりしとって、うん、何杯目じゃないですか、うん、全然食べれる。よっ、やったということで、はい、徳島うどんツアー3軒目。ボス。もう3軒目です。早いな。今から行こうかなと思います。じゃあ、レッツゴーしよう。はい。行きましょう。はい。1軒目も2軒目もまた違う感じ、よかったね。はい。3軒目がセルフで。おぉ、セルフで。ちょっと、多分違うと思うんで。ワクワク。行きましょう。はい。
なんかセルフうどんみたいね、珍しいね、はい、今1軒目2軒目は1本目2本目一般店だったんですけど、徳島でセルフうどんだってね、なかなかないね。ないですね。ワクワクの中、雨が降ってる中、はい、向かってます。はい、ドリフトしながら行きます。それ危ない危ない。カバーから来たあの黄色いタクシードリフトショーやけどってなるよ。いや、もしかしたら大丈夫ですよ。あの黄色いタクシーいっぱい走っとんの。あの人、うん、あの人たちやなと思われるかな、うん、確かに。ひょっとしたら、ひょっとしたら、あタクシーカード到着、通り過ぎたけど U ターンしました。反対側から。はい、ということで到着しました。はい、セルフうどん山下さんです。おい、はい、行きますか。行きましょう。ぶり、お、ゆずすぶっかけありますよ。マジ？それにしよう、食べてみたい。きつねうどんカレー、あ、違う。美味しそう。山下さん到着。チェビさんがゆずすぶっかけとかめっちゃ美味しそう。ゆずすぶっかけ刻みわさびシリーズ、いい、美味しそう。温玉キムチ、うまや。じゃあチェビさん一杯ゆずすぶっかけ食べようか。食べれますか。わからん、量がどれぐらいですよね。そうやね、入ってみよう。うん、行って。はい。いらっしゃいませ。ゆずすぶっかけのひや。ひや。ひと玉。ほら、天ぷら行く？あと、天ぷらもし揚げるわ。揚げ餅。揚げ餅。はい、お願いします。いっぱいある。いっぱいあります。トッピング？とろろ昆布とか。めっちゃ綺麗。たくあん？美味しそう。え、神山町のパクチーとかもあるやん。で、何登場？これ何登場？ブロッコリー。ブロッコリー。ぶっかけうどんに入れても美味しいらしいです。うまい、書いてる。各100円やって。安いな。うん。はい。あ、来たよ。あ、はい。ありがとうございます。美味しそう。美味しそうだ。すだち、すだち酢と。ちょっとヘリに取ってもらって、後から。あ、よいしょ。はい。どうぞ。いただきます。はい。今日は、ゆずすぶっかけ、ひやのしょう、うん、と、ブロッコリーと、うん、揚げ餅。まさかの、ここに来て揚げ餅を頼みました。はい。です。はい。で、お送りします。で、お送りします。本日は、はい、徳島県のセルフうどん屋さんで。じゃあ、崩しますね。どうぞ。めっちゃゆずの香りするね。うん。めっちゃいい匂いします。めっちゃ持ち上げて。いい？めっちゃ美味しい。嘘。星がすごい。マジ？うん、どことにとるかな。香川県のうどん、なんかどこかのとちょっと似とる気がします。それぐらいしっかりコシがあって美味しい。あれ、肉うてしそうな感じ。ヒアです。
めっちゃ柚子のいい匂いするね。だってこっちまで匂ってきたもん、あ、香ってきたもん、うん。今1時半とかやけど、どん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 人が来るね。めっちゃさっぱりしとって、うん、今3杯目ですよ。確かに3杯目じゃないですか、うん、全然食べれる。マジすごいやん。ぐらい美味しいですよ。マジで、うん、徳島うどん恐るべしやね。食べてください。食べてください。ちょっと食べるわ。その前にブロッコリーとかも一応コメントもらっとっていいですか。なんでブロッコリーを。え、野菜取らないと。あ、食べて、うん。でもこれはただ普通に茹で取るだけなんで。ぶっかけに入れても美味しいらしいし、うん、これに入れても美味しいらしいです。うん、絶対さっぱりしとって美味しいですよ。間違いない。揚げ餅もあったかいうちに食べたら。なんで揚げ餅頼んだ。不思議。揚げ餅大好きね。うまい。あ、塩が欲しい。塩？塩かけるお餅に。で、天ぷらに塩ってかけません？餅って天ぷらの認識は私の中ではあんまなかったな。うまい。ちょっとじゃあ私もいただきますわ。やばい、おいしい、めちゃくちゃおいしい。でしょって、まるで私のうどんでしたみたいな。このあ、完食したんですか。そうやね、私も同じ。だって半分食べたんじゃないですか。美味しすぎて全部食べちゃった。うまい。うまいっすな。なんかしかも、チェビさん珍しく、二口ぐらいでなくなりませんでした。うん。二、三口ぐらいで。うん。いつもね、そうやな。ゆっくり食べよるけど。うまい。うまい。どんどん食べる。なんかベストかも。三店舗とも違うかったじゃないですか。一店舗目、初めて、まあ私二回目ですけど、ナルチュルうどん食べて、うん、あ、めっちゃ優しい味で、うん、こう、柔らかいし、すごい食べやすくて美味しいなってなって、二、うん、軒目に、うんって、不思議なちょっと麺やったじゃないですか。美味しいですよ。うん、めっちゃ美味しくて、どんどんなんか、おぉ、うまいぞって思いながら食べる感じだったね。ゆとり店めっちゃ美味しかったし。ゆとり店やばかった。で、まあ、言うても1時間半ぐらい、うん、今空いて3店舗目食べに来ましたけど、うん、めっちゃ美味しくてびっくりしました。びっくりしたね。素材がすごい美味しい。麺も柚子もう、あ、もうないわ。もう麺の話したいけど、もうブロッコリーが浮いてるだけ。これ飲める。私ほんまじポン酢とか大好きやけんですよね。このもう冷やし中華夏やめて、私はもう毎日この柚子。徳島来ないか。すいません、昼休憩でちょっと徳島まで行ってきますって言って来ないか。1時間半ぐらい下道やって2時間ぐらい。うん。行って帰ってきたら4時間かかってるけん。あれ？仕事終わり？うん、終わり。あれ？どこ行ったんですか？チームさんってあるな。わー、美味しいわ。あとこの刻みわさびシリーズ、うんうん、もう結構あの店長がおすすめの表の看板に載っとったりするんですよ。うん、やばいね。徳島来よ、また、うん、めっちゃ美味しいうどんが三種三様で、うん、今日は食べれましたね、うん、ナイスチョイス、うん、さすがドライバー、うどんタクシーのドライバー。
さすが。いや、ごちそうさまでしたね。はい、ごちそうさまでした。なんでうどん屋始めようと思ったとか、こだわり後で聞いてみよう。ごちそうさまでした。はい。美味しかったです。お疲れ様です。ありがとう。大丈夫ですか？いや、それが美味しすぎて、入れるん忘れて食べてしまって。あ、本当に。美味しい、美味しいって。水胡椒入れるん忘れたってなりました。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。いつも私たちやっぱり香川県のおうどんを回るんですけど、はい、徳島、今回2回目、まあ、回ったのは今日初めてなんですけど、はい、なんで徳島県のうどんをセルフでやろうと思ったのか。20年ぐらい前にうどんが、まあもともと好きだったんですけど、あの香川の食べ歩きに、あ、はい、行ってまして、その時に、まあ、自分で売ってみようと。どっかで修行とかされた？免許さんの方で研修を、はい、受けたんで、あの、さぬきうどん学校はね、受けたんですけど、あの、見事に落ちまして。そうなんですか？はい、へぇで、あとはもう自己流だったんですけど、まあ、そこで、あの、まあ、さぬきうどんの基本と、だしとかを教えていただいて、まあ、これにプラスして、で、まあ、こういう日本が作りたいというんで、まあ、徳島で、ぜひとも。はい。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。え、生まれが徳島で。生まれも徳島で、私はあの、井川町って、三好、はい、池田の方なんですけど、そちらで、あの、育ったんで、あの、生産地区と近いんで、あの、県西部はいりこ文化なんです。あ、うん、はい。もうすべていりこだしでやってたんで、そういううどんを出したい。うんうん、まあ、徳島にはそういうのはなかったんで、うん、どうしても関西風のおだしだったんですけど、うん、うちはいりこをメインということで、うん、やっていこうと。で、やりました。はい。めっちゃ美味しかったです。あの、今日食べたゆず酢ぶっかけのだし。はい。で、何々が入ってますか？ですね、もう、昆布と、いりこと、うるめ節と、かつお。割合的にはいりこがもう、圧倒的に一番多いです。はい。それに、さっきの木頭のゆずを、そうです。木頭村のゆず。はい。めっちゃ美味しかった。今までで一番多分リアクションしとったかもしれない。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいって言って。うん。まあ、非常に爽やかな感じがするんで。はい、まあ、皆さん、まあ、特に冬でもまあ、あったかいが出るんですけど、特に夏は。で、絶対出ますよね。はい、うん。それともう一つ、刻みわさびぶっかけっていう。あれめっちゃ気になった。はい。それはもう夏は、この二つがもう。あ、もう、ずば抜けて、はい。そうですね。うわぁ、来たいなぁ。うん。編成できます。まあ、本当は、牡蠣も、はい、基本の牡蠣も一番味わっていい。ああ、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツアーを楽しかったです。ああ、ただいま。はい、帰りました。疲れた。ありがとう。眠い中運転してもらって。本当です。何回ほっぺた叩いたか。起きろ。すいません。今寝てました。危なかった。ね。なんか意外だったね。めちゃ美味しかった。なんか、まあ、讃岐うどんで育ったんで、やっぱり讃岐うどんがこう標準というか、基準で考えてしまうんで、まあ、みたいな感じになっちゃうのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて。めっちゃ美味しいうどんばっかりやって、ね、衝撃だった。もう大満足。大満足。なんか、3店舗目のお店、うん、
で、二人ともなんかリセットされて、まだ食べれるかもっつって、もう一店舗行けるって言いながら帰ってきました。うん、それぐらい美味しかったです。ほんまびっくりしたね。じゃあ次はどこかのうどん屋さんで、はい、会いましょう。会いましょう。ドロン、ドロン、バイバイ。ラムです、うどんタクシー搭乗者のヤグタウンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどちらに走っていくんですか？徳島県にっていう徳島の2店舗に、まあ、ラムちゃんがあのうどんタクシーのドライバーを合格したっていうことなんで、どれだけ運転が安全にできるのか、前回僕が走らされちゃったんで、確かに今回ラムちゃんに走ってもらおうかなっていう企画です。急発進、急ブレーキ、急ハンドルで安全運転でね、そう行きましょうね。結構道が細いって伺ってるんで、うん、いや本当よ、かなりレベル高いから、逆に今日乗り越えれたらどこ行っても大丈夫。最終試験、最終試験、お客さんありの最終試験、最終試験、最終試験で、その移動中にちょっと自分のダイエットの経過報告、どんな感じなんかっていうのを話していけたらなっていうような感じですね。はい、はい、全部ヤグタマさんが喋ってくれたけど運転中はナムちゃんが喋るということでいいかな。はい、頑張ります。じゃあ案内楽しみにします。はい、お願いします。行きましょう、行きましょう。パパに次いでの2番目の、あ、そうなんだ、はい、2番目搭乗者、搭乗者なんで今のとこ無事故、無違反、はい、今のとこ更新しないように。そうですね、行きましょう。大丈夫だと思います。行きましょう。道の方行くんやけど、ここからが細い、やば、これ、こっからちょっと怖いよ。あー、なるほど。そう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 、対向来たらちょっとどないしようっていう感じやから、こっからあの、ね、慎重に行ってくださいね。10キロぐらいで、徐行で行きましょう。いや、本当に本当に。よっしゃ。あ、怖いか。忍者よ。忍者。遅い。遅い。でももうあと2分で着くね。え、もうすぐや。すぐ。あ、残り見えたかも。気のせいやったな。2分やからな。まだ見えんやろ。それ数十秒や。落石注意ですよ。あ、ナイス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 ハンダ。なかったから言っとったら。ナイスプレイ。運動神経から視野も広いね。視野は広いですね、電柱。ハンダ。うん。ロケーションやっぱいいな。横に川があって、うん、綺麗、水もめちゃ透き通っておりますね。どこかな。あ、うどんの上りが見えたよ。ただいま左手に見えますのが、はい、だから駐車場はこちらに。ここやね、うん、そこや。あーぽいいい川の音。すごいよな、綺麗。こんにちは、ゆたさん。こんにちは。うどんタクシーさんと来ました。生ラムちゃん。生ラムちゃん。はじめまして。ラムちゃんってやってもとりあえずやりました、トロトロ。最初。ゆたさん。ゆたさん。ラムちゃん史上、あの、最長の運行距離。だろうね。これ、ハマじゃないよね。ここまで行く。わざわざ遠いとこすみません。ご苦労様でした。ゆた食堂来れたらどこでも行けるね。まあ、かもしれない。それぐらい過酷な道やけど、ご苦労様です。もう無事の方どうぞ。はい、ただいま、今食べやすか。あ、でも作っとるとこ見ていく。あ、あれでしょ、水道確か通ってないんですよね、その出とる水。だからこっちは水道で、今出とる水道やけど、これはあのミネラルウォーター。まあ言うたら、こっから谷の水を 1.5 キロから引っ張ってきとんで、山の天然水、天然水、冷たい、育っていい。おー、でしょ、冷たい、でしょ、おー、冷たい。
ね、冷たい。水道水よりは全然冷たいんで、うち氷水使うんで、そのまま冷たいから。おー。冬は大変よ。あ、逆に冷たいって。こんなになって、真っ赤になってるから手が。ここならではね、この立地ならでは。香川より美味しいのお水だけ。どうも。いやいやいや、ありがとうございます。手打ち手切りです、ね。機械一切ありましょう。徳島のうどん屋さんやけど、そうめっちゃ寒いですよ。めっちゃ寒い。こんな山の中で。入ります。はい、どうぞ。こんにちは。うわっ。うわっ、手乗り。え、もうこれ回ってます？回ってます。いりこオイル醤油丼あるじゃないですか。やってますよ。え、僕それにしよっかな。いや、めっちゃ気になる。どっちかというと白川さんよりは大島さんに近いな。あ、いや、クリアな、クリアな方。あ、でも、うん、めっちゃ食べたいです。僕それにします。めっちゃ好きなんですよ、いりこオイル。ラムちゃん好きなやつなんでいいよ。肉とろろぶっかけ。あ、本日の気まぐれ。本日の気まぐれ、いいね。行きましょうか。肉とろろと、じゃあ、イリコイルと。イリコイル。了解です。イリコイルどっちがいいですか？冷たいやつね。香り楽しむときはあったかい方が。ほな、あったかいんかな。うん。はい。わかりました。はい、お待ちどうぞです。あ、逆に。イリコイル。これがイリコイル、はい。サービスの天ぷらは別に作ってます。あとでお待ちくださいね。はい、お醤油置いときます。はい。これもかかっとんですか？オイルかかってます。あ、かかっとるんだ。よく混ざって。はい、はい、おー、肉とろろ、しょぼ、すげえ。うまそうやな。すだち、すだち、どうぞ。じゃあ、いただきます。うまそうやな。ちょっと食べるとこ見ようかな。女性の木ぶっかけやもんな、これ。肉とろろぶっかけって、うまそう。いいね。とろろがちょっとやっぱ夏っぽいもんね。おいしい。おいしいです。さっぱりしとって食べやすい。あ、いや。YouTube です。YouTube？ はい。そこに車止まっとんですけど、香川県からうどんタクシーっていう。うどんタクシー？はい。うどんタクシー。そうです。私はうどん食べ行きたい。まあ一緒ですね。これ向こうだけどね。道の上だけど。道の上が、入り場の湯があるんよ。そこが、妹と、プロに入らして。あ、いいですね。温泉行こうと。それな。栗田さんもよく来られるんですか？え、じゃあもう、私近いから、ちょっともうしょっちゅう来てくれよ。あ、しょっちゅう、常連さんだ。麺がすごい。平べったい。うん。平たい。もちもち。もちもちな。うん。一気にいったね、口の中に。ヤグさんは何か食べていい？どうぞ。いりこオイル醤油うどん。いりこオイル醤油うどん。もうオイルかかっとるらしいから醤油かけていただきます。よく混ぜていただきます。こんくらいかな、多分ね。混ぜたら香ってくると思うよ、ウリコの。うん、いや、香ってくる。香ってきました。変顔やん。うん、香らん。ちょっと遠いで、めっちゃ香る。ちょっと嗅いや。めちゃくちゃいりこ。あ、ほんとや、いい匂い。めちゃくちゃいりこだ。太いね。うん、太い。思った以上に太いな。歯応えが。いただきます。
リゴリいりこ。ゴリゴリいりこ、うん、麺もすごいがっしりしとってめっちゃ食い応えある。へえ。美味しい。天ぷら、かき揚げ、はい、近所の人から差し入れでもらったやつを出してくれたんだって。へえ。美味しいです。トウモロコシ大好き。そんなんがあったら、あ、唐辛子よかった。ごまと、あ、すいません。山瀬じゃないですか。そうですよ。山瀬の鬼びっくり唐辛子、粗挽き。うまい。これめっちゃ辛い。容器変えとうけど中身質の前。いただきます。食レポです。おー、光っとるね。ピカピカ。またこっちとは違う。うん。すだち？うん、すだち合います。へぇ、ラムちゃんごくごく飲める。あ、ごくごく飲める、うん、酸っぱくないです。いや、かけか、いいな。こうやって食べるんですか、うん、食べてみたら、そのまま見に行ってください。私行ってきた。行ってきた。ちゃんこも食べてきた。ちょっと皮が苦いか。うん。出す。はい、ありがとう。うん、食べる。食べる、うん、いや、誰かも続けてください。私も後で食べてみよう。よしやさ、でも出し焼きあるけど、うん、皮食う人は食うらしいよ。うん、俺は苦いかったね、うん、え、これが何ですか、山椒、山椒、山椒、これ、サトシさんの、サトシさんのと同じ作り方で、サトシさんの良さでもあって、え、ちょっとタイミング遅いじゃあ待って、あの、まあ、ほんと一口だけじゃ、この麺使いますこれが、ガモうどんのサトシくん、はい、が最近山椒料を作ったっていうのを言ってて、で古田さんがその作り方を教えてもらって、こう独自に作ったっていう山椒オイル、はい、して、まだだからメニューにもなってない出来たてほやほやっていうようなやつかな。でちょっと、うん、もらったんで、だしちょっとだけかけてちょっとだけいただきます。うん、麺の表面こんくらいかな、うん。すごいよ、オイルや、めっちゃオイル。一本いきます？いや、もうだしで。だしだけでいきます。うん、うわ、すごい、めちゃくちゃさっぱりかな、なんだろうこれ。へえ。うん。ちょっと待ってよ。私も食べてみる。ピリッと感はないですね。ピリッと感ないでしょ。うん。ちょっと最終的に最初見ろなってぐらいで。そうですね。強すぎることはなく、美味しいです。はい、スーッとした感じの。ですね。清涼感というか、感覚が先に出てきて、うん、すごい、せーの、ごちそうさまでした。よかったね。あの、マジでこの雰囲気込みですごいほっこりするうどん屋さんやと思います、うんうん、なおかつこの香川っぽいいりこオイルとかも使っとるしっていうね、やっぱりこの常連さんとかこのお客さんとお店の人の距離が近いっていうか、なんかそんだけこの すごい地元に根付いてるお店なんやなっていうのが今日食べてるだけで分かったね、うん、みんななんかこう仲いいなって、ね、そう香川もかなりあの友好的やと思ってたけど、なんかそれ以上に徳島の方、うん、友好的なのかもしれない、うん、古田さんでそう思いました。もうちょっとで、車バッテリー上がるとかやったし。本当教えてくれて。よかった。危なかったね。ライト消し忘れてて、お客さんが教えてくれました。何回もこうやって覗いて確認してくれたらしくて。すごい優しい。めっちゃ優しい。助かりました。徳島県民には恩がありますね、うん、これ。いやー、美味しかった、ほんまに。最初美味しかったです。ありがとうございます。ヤクさん、バイクで来るんかと思った。タクシーとバイクで。
別便で。もう寂しすぎますよ。これはまあこうだろうけど。インカムかなんかでこう喋りながらな。そんなもできたら面白いと思うんですけど。そう右曲がります。右曲がりますよ。この先狭いですよみたいな言いながら。確かに。じゃあ僕が先導の方がいいですね。ああ確かに。ドドロの滝行きたいですもん、ちょっと。見に行きます？ 3 キロ、3キロ。3キロ。何分ぐらい？ 10 分ぐらいやな。10分ぐらい。かからんぐらい。10分以内には着くと思う。時間あるんやったら、うん、古田さん来る人も、ドドロ見に来て、古田で食ってっていう。うん、いいな。多いね。ここで食べてから滝見に行くか。うん。うん、ただ道狭いからね、さらに。あ、ラムちゃんやめとく。やめとくか。どうする？ちょっと怖いね。行きましょう。行きましょう。じゃあ行こっか。行こう。せっかくやし。行けばちゃんと駐車場、広いのあるし。あるですね。うん。ここより広いよ。すげえ。じゃあさらに涼みに行こっか、じゃあ。はい。ぜひぜひ。トイレもみんなあるしな。あ、そうなんですね。ありがとうございました。右入るとこがあっけな、どどんたひくん。はい。で、上に頑張って。ありがとうございます。ちょっと行ってみます。向こうですもんね。奥にずっとここま向かいます。はい。わかりました。ありがとうございました。ごちそうさまでーす。よいしょー。よかったね。暑い。外出ると暑いね。アトナム100メートルは、2分かかるらしい。ね、計算かな。そういうスペイン。イニシャル D や。イニシャル D。やばいやばい。溝がしりしないか。仕事まで。あ、なんだ、溝足、なんですよ、イニシャリギーか。その、飾りの先に、溝があるじゃないですか。タイヤ入れる、本当に。タイヤ入れて、でも、そんな、がっつりした溝じゃない。あ、ちっちゃい、ちっちゃい。段差みたいな。はい。イニシャリギー見とったやん。はい。本当見とったやん。愛読書やんね。はい。そうです。あ、そうだよ。こういう遊びするとちゃうけそれ用のアトラクションちゃうか あ、やっぱり そういう歩き方は体にいいんでしょうか、先生いや、違うわけじゃないですけどもう、私の前十字が何ですか、前十字は膝の中の靭帯なんですけど。なるほど。もう3回も切れてしまったんで。よかった。次、シュート。ハーフモーク引っかかった、引っかかった、引っかかった